菊月の復元図菊月は日本海軍の駆逐艦。一等駆逐艦、六月型の9番艦である。艦名は旧暦で9月のこと。艦名は初代上風型駆逐艦の菊月に続いて2代目。三五回海,海戦の前哨戦で撃沈された。艦名は海上自衛隊の護衛艦、菊月に継承された。1923年度計画艦。 1924年11月10日、舞鶴工作部で建造される予定の駆逐艦に第31号駆逐艦の艦名が与えられ、同日府で第28号駆逐艦、第29号駆逐艦、第30号駆逐艦、第31号駆逐艦は一等駆逐艦に類別された。本艦は1925年6月15日に寄港。 1926年5月15日浸水、同年11月20日に竣工した。佐世保鎮守府に所属。1928年8月1日府で、第31号駆逐艦は、菊月と解明された。1937年からのシナ事変により、中市、南市方面に進出する。また、普通院新中作戦に参加した。 1941年12月8日の太平洋、戦争開戦時、本艦は、第1航空艦隊、第2航空戦隊、第23駆逐隊に所属していた。ただし、名雲機動部隊の名上には、後続距離の長い優し型駆逐艦と、影げ型駆逐艦が投入され、無月型駆逐艦の第23駆逐隊は、南洋部隊に編入されていた。 第4艦隊所属艦と共に、グワム島攻略部隊を編成、同部隊は、不設艦、津軽、駆逐艦4隻、特設水上規模艦、聖川丸という戦力である。また、グワム島攻略支援部隊として、第6戦隊司令艦、後藤存次少将指揮下の第6戦隊所属従順洋艦4隻が、加わっていた。これらの艦艇を主力として、 輸送船団を護衛、グアム島攻略作戦は大きな被害なく成功した。グアム島攻略部隊は12月13日府で解散する。1942年1月以降、第23駆逐隊は第6水雷戦隊や第18戦隊等と共に、ラバウル方面、ライトサラモアの各攻略作戦に参加した。またアドミラルティ攻略作戦を支援した。 4月下旬、第23駆逐隊は、ポートモレスビー作戦実施のため、沖ノ島を護衛して、トラック白地を出撃、ラバウルへ進出した。1942年4月29から30日、つらぎ攻略部隊及び、第23駆逐隊は、ニューブリテン島の日本軍拠点ラバウルを出撃、続いて、MO 攻略部隊主体と特務隊も、ラバウルを出撃した。 5月3日、第19戦隊は、つらぎ島を占領する。一連の作戦を、第6戦隊司令官、後藤存治少将率いる MO 攻略部隊が支援していた。これら日本軍の動向を暗号解読で察知した、米軍は、フランク・ジェイ・フレッチャー帝督率いる、米軍第17任務部隊を攻撃に向かわせた。日本艦隊を逃がさないため、ヨークタウンは、 速力27ノットで北上し、給油中の歴ントンは置き去りにされた。5月4日午前5時30分、第23駆逐隊は、不設艦、沖の島に横付けして燃料補給を開始する。輸送船2隻は、二役作業を続けた。6時20分、ヨークタウンから発進した攻撃隊は、ガダルカナル島を飛び越えて、スラギハク畜州を観光。 攻撃隊は3波に及んだという。彼らは、軽巡洋艦1隻、駆逐艦2隻、水蒸気母艦1隻、兵員輸送船5隻、様々な砲艦や小型艦艇がいたと報告した。歴史家、サミュエル・モリソンは、パイロットたちは、戦時中ずっと通例として、自分たちの見たものを課題に評価した。彼らの白鳥は皆がガチョウで、彼らのガチョウは皆。 アヒルカガチョウの子だったと著述している。ともあれ、d b d 観光発機が、機関沖ノ島を包囲して、来撃を観光した。このうち魚雷一本が、沖ノ島から離れたばかりの、菊月右元機関室に命中。沖ノ島横付け中に爆弾が命中したという、階層もある。12名が戦死し、22名が負傷した。菊月は、 第563号区選定となっていた、特設区選定、第3リマルに栄光され、ガブツ島の海岸に格座した。他に、第14総会体、玉丸、第1総会特務艇、第2総会特務艇が沈没、沖ノ島と、夕月が損傷。沖ノ島はニュージョージア島方面へ、夕月は、ラバウルへ被退した。その頃、空母、サチオートリを帰還とする。 MO 攻略部隊が反転なんかして米軍機動部隊を捜索したが、ヨークタウンはすでに南へ飛退しており発見できなかった。また昇格型航空母艦2隻を機関とする MO 機動部隊も急遽ソロモン諸島へ進出。これを受けて5月5日午前1時に沖ノ島は反転、同日15時に 津良木へ到着すると、菊月乗組員と重要書類を収容し、ラバウルへ撤退した。22時25分、放棄された、菊月は、下仏島の原ボ南易09度11分統計160度13分、南易9.183度統計160.217度、マイナス9.183160.217、で沈没した。 菊月沈没の報告を受けた従順、過去艦長の高橋大佐は、小崎艦に重ね引っかかれる敵百鬼援護の我は遠くに、ありしにと記して、菊月をキを忍んでいる。ヨークタウンの捕捉に失敗した MO 機動部隊は、ポートモレス B 攻略作戦に従事すべく南下を開始、三五回回戦に臨むことになった。一方、空母、ヨークタウンは、魚雷22本。 1000ポンド爆弾76発、50合計基準12,570発、30合計基準7,095発を消費。駆逐艦2隻、貨物船1隻、砲艦4隻撃沈、軽巡洋艦1隻角座、駆逐艦1隻、貨物船1隻、水上規模艦もしくは重巡洋艦1隻を大破させたと判断し、南方へと離脱して、空母、 歴ントンと合流した。特に、沖ノ島には、魚雷5本命中、爆弾11発命中を記録、水上偵察機2機の反撃と、対空砲火で4機を喪失した。一連の攻撃について、チェスターに三つ提督は、アーネスト・キング海軍作戦部長に、事実上、敵機はなく、対空砲火もごくわずかだったことを考慮すれば、関連する。 数の敵艦船を損傷させるのに用した弾薬の消費量は失望すべきものですと報告している。5月7日、菊月生存者を乗せた沖ノ島はラバウルに到着。沖ノ島より先に同地へ到着していた駆逐艦、夕月では5月4日の空襲で立花の広田夕月駆逐艦長が戦死するなど多数の死傷者を出しており、菊月生存者は ゆうきに乗して、姉妹艦の乗組員となった。菊月最後の駆逐艦長となった森光吉少佐も、公認の到着まで、ゆうき駆逐艦長として、同艦を指揮している。菊月の喪失により島司令官は23、かける両艦、うずきを、ナウル島、オーシャン島攻略部隊に編入。来攻略部隊は5月10日夕刻に、ラバウルを出撃したが、 5月11日早朝、沖ノ島は、米潜水艦に来撃されて大破。5月12日、駆逐艦、ムツキによる、栄光中に沈没した。同年5月25日、駆逐艦、キクズキは、帝国駆逐艦隻ムツキ型駆逐艦より除籍された。同日付で、沖ノ島も除籍された。第23駆逐隊も解体され、ユーズキは、第29駆逐隊へ。 ウズキは第30区逐隊に編入されている。その後、ツラギ島とガダルカナル島は1942年8月7日以降のフロリダ諸島の戦いとガダルカナル島の戦いで米軍に奪還された。キクズキは1943年に米軍の手によって引き揚げられ徹底的な調査を受けた。あと、船体はそのまま海岸へ鎮座放置された。 現在もソロモン諸島のフロリダ諸島を構成する島の一つ、ンゲラスレ島にある東京米と呼ばれる湾内の海岸に座礁した状態となっている。南位09度07分24.2秒統計160度14分16.0秒。 何9.123389度統計1 6 0点2 3 7 7 7 8度9 1 2 3 3 8 9 6 0 2 3 7 7 7 8長年の風雨や波浪による風化により水上に出ている船体のほとんどが崩壊し原型をとどめていない現在水上にある唯一の日本海軍艦艇ではあるが近年地球温暖化による海面上昇により 少しずつ、海面下に没しつつある。また、フロリダ島の南には、多数の艦艇が沈むアイアンボトムサウンドがあるが、菊月はその中の一石とは数えられていない。2016年、有志による、一般社団法人菊月保存会が結成され、ソロモン諸島政府及び現在の菊月の所有者の、許可を得た上で、第四方針のサルベージ及びマイズルでの展示のための、 準備を進めた。2017年6月18日、蒸気機月保存会主導により、第4方針の引き上げが完了した。戦場、錆止め処理後、ホニアラ港を経由して、日本の神戸港へ移送。7月23日、移送開始。9月3日、神戸港に到着。9月5日、神戸港より、ジャパンマリニュナイテッド、マイズル事業所に移送された。 その後、修復を経て、2020年6月27日に第4方針は、舞鶴下森のいよいよとぎよろし神社に奉納された。官長たちの軍艦誌258から259ページによる。斉藤二郎中佐、1926年9月1日から1926年9月25日、大破放棄された菊月。 1943年8月、つらぎにて、米軍撮影。斉藤次郎中佐。1926年9月25日から1928年12月10日。小林徹り中佐。1928年12月10日から1929年11月30日。江口松郎少佐。 1929年11月30日から1930年12月1日、佐藤俊美少佐1930年12月1日から1933年10月10日、林、木田幸造中佐。1933年10月10日から1933年11月15日、島崎俊夫少佐 1933年11月15日から1934年11月15日、小西金目少佐、1934年11月15日から1935年6月18日、森広志少佐、1935年6月18日から1936年6月20日7時、常尾少佐、1936年6月20日、 1936年12月1日税、常尾少佐、1936年12月1日から1937年6月1日、大前年一少佐、1937年6月1日から1937年10月23日、山田哲夫少佐、1937年10月23日から1937年11月29日。 有馬時ト少佐、1937年11月29日から1938年12月1日。金田清キ少佐、1938年12月1日から1939年4月1日。浜中修一少佐、1939年4月1日から1940年8月20日。島新少佐。 1940年8月20日佐久間、栄治少佐1940年11月15日から1941年9月12日。森幸吉少佐1941年9月12日。ありがとうございます。